どうも、朝日ひなただ。今回は今、生配信をしている。今3つ進んでるからね。そう、3つ撮ってるから。わかるね？朝日ひなたの、ライブ配ライ信。ブメメインの普通の動画、俺のサブチャン。そこれが何分続くかはわからないってご話。そう。今ね、47分ぐらい撮ってるんだよね。そう、ライブが。ライブがね、最初から撮ってればよかったねっていう話。そう。で、俺のスマホが、もうそろそろ充電なくなるよって話。なのに撮ってるよって話。そう。信じるか信信じじなないかかははああななたた次次第。第。信じるか信じないかはあなた次第。見事に3カメ使うなって。3カメ。っていうかさ、いいね、3回目使うの。イエーイ。今度やってみようか、3回目で。で、これで編集すんの、パソそう。コンで。やってみようか。いいね、それ。貸し出しますよ。ね？なあ。もう何気にこれも撮れるから、実質4回目使えるんだよね。パラダイス。パラ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 パリナイ。そう、今俺ね、コメント担当になってんのよ。参加者俺しかいないけどね。ここに載ってる限りでは。パラダイス、真っ只中に。そう、常連さんね、もうほとんど 来ないから、そもうディープゾーンに突入してんだよね。ういえば俺のサブちゃん、7時になりました。夜のああ、19時です。見てね。伝えたの？伝えてね。伝えろよ、それ。伝えろよ。今日と明日、これの動画はいつ何その、かよぐちゃん。上がるか。どうも、川口春奈です。ちげえだろ。性別変わってるわ。あたらはたです。あたらはた、誰だ。古畑のお友達です。あたらはた。あたらはた任三郎です。もう誰？5歳に5歳に4タロスリング。4タロスリング。もう黙れ。もうスマホよ、お前も黙れ。俺は喋るのが仕事だから。子供が遊ぶのが仕事みたいな理論で言うな。喋るのがお友達どころ。危機感が足りないのか。だって何が？わ かんえ？ない。芸能人は危機が足りないのかみたいな。ニュース？そう、芸人は新型コロナ前でも遊び回っていた。いや、草入るのはダメだからね、みんな。いい子のみんなはダメだからね。なんかさ、いい子のお友達はなんか、ま、うん、ま、いい子のお友達は真似しないでねみたいなのあるじゃん。真似しないからいい子なんだろうっていうコメントあったよね。まあね。パーリナーイ、パーリナーいい？悪いこと言うのね。俺みたいなこと言うの。イ。いい、悪いこと言うのね。よりひどい。それは言えてる。なんか非難されそうだけど、それは言えてる。あの人って結局ホテル連れ込んだんだっけ？連れ込んだろ！連れ込んじゃった。で、なんか中学生だか高校生とやったんじゃなかったっけ？やったの。よりちゃん、よりちゃん。何やってんの。あの人好きだったのね。それで炎上したんじゃなかったっけ？あと暴力とか。ああ、あれは痛々しい数だった。俺結構小島博士さん結構好きだよ。俺も好き。可愛くない？
アヘうるせえよ。誰だよ、アヘアヘ言ってるやつ。公式だよ、うるせえよ、バカ。どこのドイツ、どこのドイツだい。あたしだよ。なんだっけ、石岡といえばさんか、あたしだよ。もう今の小学生絶対知らないでしょ。あたしだよ、あたしだよ。てか小学生見てんのこれ。見てない。見てんの、タクさんのゆうとさんぐらいでしょ。ゆうとさん負けた。ゆうとさん結構好きよ。俺も結構好き、ゆうと。ゆうとさん見るとね、なんかね、ずっと目見ちゃうんだよね。あー、なんかわかる。なんかわかる。人見知りの俺でも、目離して話を思う。そう、ずーっと目見てる。そう、他の人だとは反らしてんだけど、そう、だいたいおでことかさ、鼻とか口とかずっと見てんのに、うん、ゆうたさん目見るんだよね、ちゃんと。そう、あれは目ざるを得ない。一重なんだろう。一重。なんかおられそうだな。だってさ、優しい笑顔してない、あの人。してる、してる、優しい笑顔。やだ、いい性格。若干あの人目笑ってない時あるよ。確かに目笑ってない時ある。今日疲れてるのかなって時あるよね。あるある。目が疲れてるみたいな。もうほんと心の底は疲れてる。でも笑顔作ってるみたいな。笑顔は作ったけどマジで疲れてんだな。疲れてんの。草、草生えた。草枯れた。草刈りもさお。草刈られたわ。草刈られてもさお。草刈る。もう来ないんじゃね。来ないでしょ。もういいじゃね、やめと。じゃあそういうことで、もしこの動画が良ければ高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。途中で切るなら途中でやめるな。バイバイ。バイバイ。どうやってやめんだ。あ、これか。アデュー。俺がやめないの草。やめ、俺が切らないの草入るわ。バイバーイ。ということで、じゃあ俺もバイバーイ。草生える。